よ、キョン。おはよう、キョン。たまたま早起きしてな。そういう日もあるさ。鈴宮さんならさっき教室を出て行ったよ。え？だってキョンって鈴宮さん担当でしょ？まあ、キョン、強く生きろよ。喜ばしいことです。実際に作業している身としては少し安心しました。着身以外はいらない。
進みましたね。私も少し自信が持てました。昼休みももう終わっちゃいますね。早く教室に戻らないと。私掃除当番なのよ。当番変わってくれるなら先に行っててもいいけど。あみだくじですよ。自分が選択肢の上に立っていると思うことはないですか？本当にそうでしょうか？例えばあなたがあみだくじのこのルートをたどったとします。この紙をテーブルに対して垂直にすれば、ほら、上から見れば直線です。しかし、三次元に住む僕らはこの線が曲がりくねっていることを知っています。もっと工事の視点を手に入れれば、まっすぐな道も分岐だらけになるのか。場面場面に合った曲をイメージしてちょうだい。その
だということは忘れずに。場所はここでやるわ。了解。わかりました。それと、ああ、私は用があって出かけるんだった。あたしが見てないからってみんなサボってちゃダメよ。用は用よ。平団員と違って団長はいろいろと忙しいのよ。これはわざわざ僕を選んでくださるとはどうした心変わりですか。コマンドのアイコンはこれでいいでしょうかね。シンプルでいいんですよ。アイコンなんて矢印でもいいと思いますし。デザインも重要ですが、注目してほしいのはゲームの中身ですから。そもそもゲームに華麗な絵やらデザインやらついたのは最近ですよ。昔前は容量にそんな余裕はなかったですからね。いや、そういうわけにもいかないものでして、昔からダメすぎるゲームはいっぱいあったんですが、でもまあダメなゲームというのもそれはそれで、やってみると妙な味わいがあっていいものなんですけどね。これくらいできれば十分でしょう。いや、助かりました。なるほど。ちょっと厳しいですが。違うんです。最初は私がやってたんですけど、代わってもらったんです。チェックメイト。これはやられました。追い詰められましたね。長門さん、すごい。
起きて起きて。ねえ、覚めた？ほら、朝ごはんできてるよ。それは同意できない。私がここにいるのは情報統合四年隊の意思。余裕があるのはいいこと。それは喜ばしいことです。実際に作業している身としては少し安心しました。
その今やってる作業のコツがよく思い出せなくって、はい、変に間が空いちゃったせいかうまく塗れなくて、それがなんだかもどかしくて、容量が悪くてごめんなさい。私掃除当番なのよ。当番変わってくれるなら先に行っててもいいけど。よそ見しない。さて、この表によると
きなさいよ。あなたはね。まあこの作業は適当でいいわ。パーッとやっちゃって。わかりました。それと私の作業作業でもパパッと片付いちゃうから、大船に乗ったつもりでいていいわよ。それじゃあ作業開始よ。やるからには妥協はなしよ。出来だけど、もう少し効率的にできないのかしら。おっと、これはこれは。すみません。いえ、ちょっとそこまで。夜間に水を汲みに。朝比奈さんがお忙しそうなので、でしたらと思いまして。あなたが？
ありがとうございます。世の中ってバカばっかりよね。そうね、どうしてこの世がこう面白くないのかって考えてたんだけど、出た結論が世の中バカばかりだからってことに行き着いたわけ。ということはやっぱりここは私がやらなきゃダメってことよね。みたいな無責任な態度を持つやつが多いからこうなるのよ。ちょうどいいわ、今作ってるゲームで世界を変えろよ。全体的な作業の進み具合の報告をします。転向してるんじゃないかしら。今の感じを保っていけば結構いい感じになりそうだわ。よかったです。素敵なゲームを作りましょうね。余裕があるのはいいこと。それは喜ばしいことです。実際に作業している身としては少し安心しました。
成ね。たかが効果音と侮らないできっちり作成してほしいわ。場所は中庭でお願い。今日はこの季節にしては暖かい方だから問題はないわ。わかりました。頑張ります。次にユキ、あなたは。そうね、あ、そうだわ。システム周りの見た目の作業よ。各画面に意味を与える目立たないけど重要な作業よ。注ぎ込んでの作業を期待するわね。場所はここでやるわ。了解。それと、私は夜班で出かけるんだった。私が見てないからってみんなサボってちゃダメよ。ようよ、平団員と違って団長はいろいろと忙しいのよ。それじゃあ作業開始よ。目標値より大幅に高い進捗を達成。大船に乗ったつもりでいていいわよ。
場だし、やるからには妥協はなしよ。はい、次、私のセリフの後、キョンが続けて。やる気を注入してあげてるのよ。どう？何か感じる？どうしよう、こんなことになるなんて思ってもいなかったわ。進めるから私が消しといたの。またやり直しじゃない。今度こそうまく進めなさいよ。どうしよう、こんなことになるなんて思ってもいなかったわ。ダメダメ、やり直し。あんたセンスないわね。まあ上出来ね。一応褒めといてあげるわ。ん？何よ、キョン。ああ、その話ね。何言ってんのよ、もう決まってるわよ。私たちが作るゲーム、それは育成ゲームよ。そんなつまらないもの育ててどうするのよ。どうせ育てるなら女の子だわ。萌えよ、やっぱり萌えがなきゃ。やっぱ戦いが必要だわ。能力を高めてライバルを打倒し優勝するみたいな感じのよ。当たり前でしょ。あとはもう完成させるだけよ。場所にいつも通り集合ね。遅れたら罰金だから、くれぐれも遅刻しないように。やる気を注入してあげてるのよ。どう？何か感じる？よく働いたわね。明日もこの調子で行くわよ。今日もお疲れ様です。
してあげないとダメみたい。待ったわよ、キョン。何よ、分かってるじゃないの。じゃあ分かってるでしょうけど、全員にお茶をおごってよね。やる気。キョン君にやる気を送り込んでるんです。世の中の不思議を探しに行くわよ。歯分けはいつも通り、爪楊枝でくじ引きね。無印ですね。僕も無印です。無印。私が同じ班ということね。ふふ、覚悟なさいよ。何か見つけるまで絶対に戻ってこないからね。小泉くん、 SOS 団副団長としてしっかりみんなの行動を監視しておくのよ。ええ、お任せください、鈴宮さん。じゃあ行きましょう、キョン。この世の不思議を探しに。そうね、ここから行ける範囲だと商店街、図書館、並木道、それから公園ってどこかしら。あんたに選ばせてあげるわ。不思議なことに巡り会えたら平団員から昇進よ。図書館ね。静かで文化的なところに謎なんてあるのかしら。それもそうね。ないのかしら。悪魔が召喚できるようなやつ。図書館に収められてから誰かが悪魔を封印したのかもしれないじゃない。ワクワクするわ。本棚の本の中の一冊に悪魔が封じられているなんて。見つけるまでここを動かないから、分かったわよ。でもこれだけ借りていくわね。なかなか興味深い情報が満載みたいね。家でじっくり読むとするわ。
注入。やる気の上昇に効果。どう？何言ってんのよ。こういう地道な行動が重要なんでしょ。また機械を作って調査活動をするからね。それじゃ、今日のところはこれで解散ということで。それじゃあ皆さん、さようなら。僕もこの辺で。当たり前じゃないの。休んでる暇なんてないわよ。手を抜いたら承知しないからね。全体的な作業の進み具合の報告をします。喜びなさい。ものすごく作業は進んでいるわ。このまますぐにでも完成する勢いよ。どんどんじゃんじゃん進めていきましょう。あー、よかったです。理想的な推移、喜ばしい。頑張った甲斐があります。効率が上がる。問題ない。
つのセリフあたり 0.4 秒で判読可能と試算した。このゲームなら約72秒間で終えることが可能。読んでいる。どう直せばいい？わかった。そのようにしてみる。それなら彼らに聞くといい。私も。ああ、そういうことなら任せてくれたまえ。僕らも君には世話になってるからね。わからないことがあったらいつでも遠慮なく相談しに来たまえ。目標を達成。あなたのおかげ。教室に戻る。
じない。さて、この表によると、そうね、まずはみくるちゃん、よく聞きなさいよ。あなたはね、サウンドのチェックね。BGM から効果音、声に至るまで全てのチェックを抜かりなく行うように。場所はここでやるわ。はぁ、わかりました。それと、私は用があって出かけるんだった。私が見てないからってみんなサボってちゃダメよ。用は用よ。平団員と違って団長はいろいろと忙しいのよ。それじゃあ作業開始よ。できました。手伝ってくれてありがとう。今日も一日無事に終わったわね。この調子ならコンピケンより早く完成するんじゃない？全く問題なし。要はゲームへの情熱よ。キョン、もしかして SOS 団が負けるかもと思ってる？わかってればいいの。さあ、帰りましょう。
変わらず間抜けずらね。そう？まあそんなことはどうでもいいわ。昨日の夜なんだけど、私いいこと思いついちゃったのよ。で、今日は早速それを試してみようと思うんだけど。放課後にならないかな。やる気を注入してあげてるのよ。どう？何か感じる？全体的な作業の進み具合の報告をします。みんな喜びなさい。ものすごく作業は進んでいるわ。このまますぐにでも完成する勢いよ。どんどんじゃんじゃん進めていきましょう。わー、よかったです。理想的な推移、喜ばしい。頑張った甲斐があります。私たちこれから作業に行くとこなんですよ。あたしチェック作業よ。なに、手伝ってでもくれるの？あたしは別にどっちでもいいけど。あたしはシナリオ作業ですね。大変ですけど頑張らなくちゃ。あら、それじゃぴょんくん、また。私たちもさっさと行きましょう。昼休みの残りは多くないわ。急がなきゃ。そうだ、駆け足。これがキョン。あ、これもキョンね。これも、これも。今のところミスは発見してないんだけどね。私やユキが仕上げたものとあんたが仕上げたものを比べてたの。そうすると差が一目瞭然だと思って眺めてたのよ。もう別に責めてるわけじゃないじゃない。
頑張ってやりましたって感じが出てるわよ。ま、なんとか見られる状態にはなってるから安心していいわよ。ミスじゃなくて、こうしてみんなのが並んでるとなんだか面白いなって。雰囲気が全然違うのに、こうして混ぜちゃうとそれが味みたいになってて、結果的に違和感もなく落ち着いてるわけよ。不思議だと思わない？調子の方はどうなの？当然順調よね。どんなミスも見逃さないこと。目指すはバグゼロよ。というわけで、時間ギリギリまでみっちりやるわよ。進んだわ。またいろいろ手伝わせてあげるわね。もう昼休みも終わりね。早く教室に戻りましょう。
強くは惜しみませんが。それと、ああ、私はヨガって出かけるんだった。私が見てないからってみんなサボってちゃダメよ。ヨーはヨーよ、キラダインと違って団長はいろいろと忙しいのよ。それじゃ作業開始よ。これはこれは、わざわざ僕を選んでくださるとはどうした心変わりですか。いや、ちょっと息抜きがてら面白いものを作りまして、少し聞いてみていただけませんか。できれば感想も。実はそれ僕が作ったものなのです。集めた音声データを組み合わせたらうまくいきましてね。僕もこの出来に気を良くしまして、もう一本作ってみたのですよ。こちらはあなたと鈴宮さんで仲睦まじく会話する様子です。ただの無駄な暇つぶしです。おきこれくらいできれば十分でしょう。いや、助かりました。今日も順調順調。私のゲームは絶好調。明日はもっと進むわ。私もどんどんアイデアを出さないと。ちょっとキョン、私のアイデアに不満でもあるの？分かってればいいのよ、分かってれば。じゃあね。